皆様こんにちは。10時になりましたので多摩動物公園野生生物保全センターオンライン講演会未来につなごう世界に誇れる小笠原の生き物たちを開会いたします。本日はご参加いただきありがとうございます。本日午前中の司会を務めます野生生物保全センターの下川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆様にはマイクはミュート、ビデオはオフでのご参加をお願いいたします。はじめに本日のスケジュールについてご案内いたします。午前中は休憩を挟みながら4つの講演を行います。12時ごろから約1時間の昼休みを予定しております。昼休みの後、午前の講演についての質疑応答を行います。午後は休憩を挟みながら5つの講演を行い、最後に質疑応答を行います。講演会の終了は4時ごろを予定しています。なお、当初ご案内していたスケジュールから一部変更をさせていただいております。ご了承ください。次に、講演者への質問方法についてご説明いたします。Zoom は、質問は Zoom のチャット機能を利用して受け付け、質疑応答の時間に回答いたします。 Zoom 画面下のチャットをクリックし、送信先は全員を選択してください。質問したい講演者の名前を記入し、その後に質問を入力してください。なお、時間の都合によりすべてのご質問にお答えできない場合もございます。あらかじめご了承ください。ここで皆様にお願いがございます。1点目、安定した通信環境を保つため、皆様にはマイクはミュート、ビデオはオフでのご参加をお願いいたします。2点目、当講演会の録音、録画、スライドの撮影はご遠慮ください。なお、主催者側では記録のために録画をさせていただいております。ご了承ください。後日、録画映像の配信を予定しております。それでは講演に先立ちまして開会のご挨拶です。多摩動物公園渡部園長、よろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。多摩動物公園長の渡部でございます。本日はですね、日曜日の朝早くからですけれども、たくさんの方ご参加いただいてありがとうございます。この講演会はですね、小笠原世界自然遺産、登録10周年ということで、多摩動物公園の野生生物保全センターが主催をしております。野生生物保全センターというのはですね、都立動物園3園と水族園がありますけれども、1園ありますけれども、保全に関するこう取りまとめをするようなそういう部署です。小笠原の希少種の飼育繁殖っていうのは、いろんな動物園、都立動物園でやってますけれども、そのまとめをしているようなのところが野生生物保全センターになります。今日は1日ですね、長丁場ですけれども、皆さんに楽しんでいただければというふうに思ってます。世界遺産っていうとですね、文化遺産がすぐ思い浮かぶ人もいると思いますけれども、自然遺産というのも世界遺産条約の中で、重要な役割を果たしています。今世界自然遺産の登録が250を超えるぐらい世界ではあるそうですけれども、その面積でいうとですね、なんとインドを超えるぐらいその自然の保護地域として重要だというふうに言われている、そういう場所です。で、小笠原についてはですね、いろんな自然遺産の中で景観ですとか地質ですとか、生物多様性ですとかいろんなのあるんですけれども、生態系が非常に希少だということで認められた地域ということです。生物多様性も当然あるんですけれども、登録に一応要件があって生態系を登録をして保護しているという形になると思います。今日は小笠原のですね、生態系に関するそれぞれ動物の話、それから生態系自体の話をですね、講師の方々にしていただきますので、ぜひですね、小笠原の自然の様子も多分スライドの中に入っていると思いますので、楽しんでいただければと思います。それでは私の挨拶と返させていただきます。本日は一日よろしくお願いいたします。